いや、無特攻で超絶ステージクリアしたいけど、さすがに成功で勝つのは難しすぎるから、バックスルーを狙って倒すしかないか。さあこのステージでバックスルーを狙って、早300周目、そろそろ来てくれバックスルーよ。お、ついに来たー。あとは太陽消し以外の罪を打てば。あれ？シャラララーラー、歌おう歌おう。なのでスコア足しましょう。世間はみんな、アルルループを使ってるけど、ここはやはり初心に戻って、ブルジョアループしか勝たんよな。タイムダマがたくさん出ることにより、むしろこっちのループパの方が、ハイスコアを狙えちゃうし、さあこのパーティーで目指せスコア3万歌。え？シャラララーラー、歌おう歌おう。なんやかんやで、特攻キャラを引きずり出して倒せるまでに来たぞ。さあ、火力も足りそうでようやく、一勝できそうだぞ。よし、あとは鉱物を上げて初フィニッシュや。あれ？あれ？は？シャラララーラー、歌おう歌おう。よっしゃー、スコア足するぞー。マジで、今スコア保ちでが爆上がりなりなり、今ならスコア5な歌超えるなり、はにゃ？シャラララーラー、歌おう歌おう。新ニャンボキャラでどうやら強そうなトリプルゼータがやってきたようだな。ポカポカ最強マンはぜひとも欲しいところ、ニャンボコインが3枚ほど余ってるので、すべて引いてしまいましょう。お、ゴクツキノコ、たとえ持っているキャラだとはいえ、ゴクツキをニャンボコインから出せたというだけで、なんだか少し、落ちた気分になれますね。続いて2枚目からは何が出る？またゴクツキ。強キャラとはいえ、さすがに2体も連続はいらないぞ。こんな連チャン連続ゴクツキなんぞ、確率の低いとこを狙えるくらいならば、とっととそれよりかは、確率の高いトリプルゼータが降臨してほしいところではある。え？シャラララーラー、歌おう歌おう。さてと今日もプニに魂売るなり。シャラララーラー、歌おう歌おう。いや、集会だるいなぁ。とてつもなくだるいなぁ。何がだるいかって、究極にクソだるいよねぇ。あー、クソだりぃ。やや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 。シャラララーラー、歌おう歌おう。よっしゃ、ついに他社から念願のトリプルゼータ分身をゲットできたぞ。ようやくここまで来た。さああとは強敵ステージを倒すために、こいつをとことん育成するだけだー。あれ？シャラララーラー、歌おう歌おう。シャラララーラー、歌おう歌おう。あ、キーリンか。確かに、キラテラとか感じまるわ。あれ、遥かないからだいぶ変わるもんね。運気要素はやっぱ欲しいよ、だいぶだい。あと完璧な、なんやろ、完全体のぶっ壊れがおらんってのもあるかもしれん。あ、終わらんな。全体のそこは低いやろ。予想1980よ。あ、出たよ。素手台パンチだわ。これはやってます。強制やり直せ。はい、ありがとうございます。ラストチャンスに飢えた爪先が踊り出すままかけ